やっほー、じゅんです。あかりです。今日はあかりという友達を連れて YouTube に出しちゃいました。はい。あかりはノンクリスチャンです。で、私がクリスチャンとしてどのようにノンクリスチャンの友達と日々を過ごしているのかっていうのを、ちょっとあかりをとても仲いいので代表してみんなにシェアしたいなと思います。熱い。じゃあまずちょっと質問形式でいくので、Okay、いつジュンがクリスチャンっていうことを知った？寮で賛美歌の歌を歌ってた。嘘、ジュンが？うん、歌ってた。で、それでジュンがクリスチャンってことを知った。そうそうそう。あー、へー、全然覚えてないんだ。あとあとあれだ、毎朝歯磨きしながら聖書やってて。嘘。そうだよ。全然覚えてないんだけど。何読んでるのって言ったら聖書だって言ってて、歯磨きしながら読むなんて変わってるなーって。全然覚えてない。結構もう入ってすぐにジュンがクリスチャンってことが分かった。そう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 。じゃあジュンがクリスチャンって分かったらジュンに対する見方変わった、なんかどう思った、ジュンのことを。私は今までそんな周りにクリスチャンの子がいたことなかったから、知らないことばかりだから面白そうだなって思ったのと、あとは私が全然クリスチャンのこと知らないし、だからなんか話しちゃいけないこととかなんかタブーみたいなものがあって、ちょっとあこの話題はいいのかな、ありなのかなっていうのをたまに考えた時もあった。なるほどね。じゃあ4年間友達なんですけど、その1年生の時から4年間ずっと一緒にいて、どのように私たちのその関係とっていうか順に対する意見とか、そういうのが変わってった。あの初めちょっとなんかこれを話していいのかな、ダメなのかなっていうのを考えてた時があったって言ったけど、なんか今はなんか自分は何話しても別になんかその拒絶するようなことしないし、普通になんだろう、なんだろう。あ、私の意見は真っ向から否定しないから。この前だって神父さんが性的暴力を繰り返してたことについて自分はどう思うとか、キリスト教の結婚式をクリスチャンじゃない人が挙げてる人が多いけど、じゃあそれに対してどう思うのとか、なんか普通にそういうことを聞けるようになったし、自分も普通にそんなことも知らないのとか、そんなこと一言も言わずに自分も自分はこう思うよっていうのを言ってくれるから、うん、何でも話せるようになった。そう、だから何て言うんだろう、何でも話せる相手だし、別に私がクリスチャンでノンクリスチャンだから友達になれないとかそういうのは全然なくて、違う信仰でも仲良くなれるし、お互いのことを尊重しながら友達でいれるっていうのが、そう、魅力ですね。楽しいです。じゃあラスト質問です。例えば、日曜日教会行くじゃんね。で、行かないじゃん。で、日曜日にすごいなんか楽しいイベントがあって、あかりがジュンを誘いたくてどっか行こうよって言った時に、私は教会に行きたくて教会をなんだろう第一に大切にしたいから、ごめんそのイベントには行けなくて教会に行くんだって正直にあかりに言ったとします。そしたらどういう風に思ってどういう風に反応しますか？これは深いぞ。いいよいいよ。何度かそういうシーンあったよね。あったね、うん、でもジュンずっと日曜日教会行ってるよね。そうそう、ジュンの教会って長いからね。お昼から結構やるまで。そうね、確かに。どうしてもジュンにしか話せないことを話したいときに、なんかいつでもちょっとでも紐ができたらちょっとだけ電話してくれないとか、そう、あと私が駅で待ってるから終わったらご飯食べようとか、ジュンはその予定をずらさなくてもいいし、その私が他のなんだろう、なんだろう。なんだろうが、なんだろう、これ全部カットしてね。なんだろうはいける。私が他の予定、例えばバイトとかデートとかが大切なように、デートジュンにとってはそれが教会が、そうね、大切なものだから、うん、別に嫌なのはしないし、違う時に会おうとか、うんうんうん、そう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 。ってことで、逆にジュンはなんか他の子は日曜日に予定入れられるし、もし学期末でなんかレポートとか他にやんなきゃいけないことがたくさん詰まってて、教会さえなければっていう風に考えたことないの？あんまないね。なんか教会があるから土曜日までに終わらしとこうとか、なんかそういう感じになる。教会楽しいし、行ったら行ったですごい励まされるから好きよ。
って感じです。はい、ありがとう。はい、はい、あかりさんでした。ではバイバイ。バイバイ。